戻ってきたね。たくさん頑張ったんだぞ。この剣を見てくれ。ふん、やはり僕の思った通りだね。この剣は戦いを通じて成長している。剣なのにそんなことありえるのか。だから特別なのだろう。そうだ、大事なことを伝える。付近を調査したところ、怪しい痕跡を見つけた。え、泥棒じゃないだろうな。あ、確かに。その痕跡を見たところ、調査の必要性があると思う。泥棒なのか、または別のものなのか、調べれば自然と分かっていくだろうね。確かに誰かがいた跡があるな。しかも一人じゃないみたいだ。宝刀団は雪山にまで拠点があるのか。何を盗むためだ。山の中を一人で行動している冒険者はまさに格好の獲物なのだろうね。雪山の世界は弱肉強食ってことか。あいつらたくさん盗みを働いてるっぽいのに貧乏そうだったよな。ほん、オイラたちをぬすっと呼ばわりした奴らに同情なんてしないぞ。誰だ、俺たちの拠点で好き勝手しているのは。うわ、見つかった。姿を見、この剣はわかるかい。火炎よ、燃やし尽くせ。お嬢様の仰せのままに。この剣はわかるかい。形は精神とともに太陽ルコを答えなさい。ファデュイだって。しかも宝刀団の拠点で僕たちを襲うとは。もしや後をつけられていた。でもなんでオイラたちの後を。あ、もしかしてお前が何かやらかしたんじゃないだろうな。君、何かやらかしたのかい。うん、
それならオイラたちのせいじゃないな。僕が思うに、ファデュイもこの剣を探しているのだろう。でもお前はこの剣をちゃんと隠してたんだろ。なんでファデュイが知っているんだ。雪山で戦う君の姿を見られたのかもしれないね。ファデュイの目が良ければこの剣が特別だと気づくはずだ。ファデュイは何でも欲しがるんだな。これは特別だからね。ファデュイが神に関するものを集めていることは君たちも知っているだろ。おお、言われてみればディルックの旦那が言ってたような。ドゥリンは風神の敵だ。神に相当する力を持っている。神に匹敵する存在も神に関係する存在もどちらも同じようなものだ。なるほどな。少し前にこの周辺をスケッチしに来た時、あるものを発見した。この先を少し行ったところに特殊な土地があるんだ。そこの地脈は他の場所とは違っていてね、近くの怪物がそこに引きつけられ影響を受けると身体能力が高くなるんだ。そんなことがあり得るのか。でもオイラたちはこの剣を強くすればいいんだもんな。ならそこに行ってみようぜ。そうだね。ついでに異なる敵がその剣に与える影響も観察したい。一つの推測に過ぎないが、この剣が敵から力を吸収すると、この雪山に隠されたドゥリンの亡骸と共鳴するのかもしれない。わあ、なんだかすごそうだな。もしこの仮説が成立するなら、この雪山にいる怪物もドゥリンの亡骸と共鳴できるだろう。おそらくここ一帯にいる怪物の力の根源と関係あるんだろうね。ドゥリンは普通の怪物ではない。死してなお雪山全体に影響を与えているんだよ。神秘的な竜の力、これはある種の呪いだね。情報が足りない。もっと詳しく知るにはデータが必要だ。君に頼んだ理由はこういった意味もあったんだよ。話を聞く限りだと体力仕事だな。僕は研究の片付けがある。一旦別れて行動し、後で断橋付近で会おう。火炎よ、燃やし尽くせ。お嬢様の仰せのままに。雨描きがたし。ガンマを返
裁きを受けよ。